皆さんこんにちは。日本の元女子バレーボール選手で、インドア引退後はビーチバレーに転向し、史上最強のビーチバレー選手と称され人気を博した西堀武美さん。高校時代は双子の妹である郁美さんと共に西堀ツインズとして高校3冠を達成しました。かつてはビーチの妖精こと浅尾美和さんとコンビを組んでおり、浅尾・西堀ペアの影響による空前のビーチバレーブームを引き起こしました。またビーチバレージャパンの通算優勝回数が史上最多優勝単独記録5回の記録の持ち主です。そんな西堀さんの生い立ちやバレーボール人生などについて紹介します。1981年8月20日長野県中野市で双子の姉として生まれました。小学校4年生の時に双子の妹の郁美さんと共にバレーボールを始め、中学校3年生の時には全国制覇を成し遂げています。高校は全国優勝の経験もあり、全国屈指のバレーボール名門校である古川商業高校、現古川学園高校にスカウトされて進学しました。ケン・ミノルさんはエースアタッカーとして、妹の郁美さんはセッターとして活躍し、1999年には春高バレー、インターハイ、国体で完全優勝を成し遂げて高校3冠に輝きました。その時の活躍ぶりを称えられて、西堀ツインズとして全国にその名を轟かせました。2000年高校卒業後は V リーグ一部の JT マーベラスに姉妹揃って入団しました。高校3冠と輝かしい成績を残して鳴り物入りした姉妹でしたが、 V リーグ一部の壁は厚く、出場機会に恵まれることがなかったため、2003年には姉妹で JT を退社しました。そして元日本代表男子バレーボール選手であった河合俊一さんと元日本代表監督であった柳本昭一さんが会長を務める日本ビーチバレーボール連盟ビーチバレーへ転向しました。当初は妹の郁美さんとペアを組み、チームに絞りとして活動をしていました。しかしオリンピックを目指すことを目標にしていた武美さんは郁美さんとペアを解消し、さらなる高みを目指して新たなペアを組みます。2005年に美人アスリートのビーチの妖精と称されて人気になった浅尾美和さんとペアを組み、河合俊一さんが設立した芸能事務所である K ブロスの所属タレントとなりました。その後浅尾美和さんの美貌とスタイルの良さでビーチバレーの人気スポーツ選手と駆け上がり、2007年1月には浅尾美和さんがグラビアモデルを兼ねたファースト写真集を発売したことから、浅尾・西堀ペアによる史上初のビーチバレーブームを巻き起こしました。同年放送された人気スポーツバラエティ番組のジャンクスポーツに4回出演し、テレビ局のスタジオ内に設置されたビーチバレー場で司会のダウンタウン浜田雅俊さんらのジャンクチームとビーチバレー対決を行いました。浅尾・西堀ペアとのスペシャル対決では、所属事務所の社長である河合俊一さんや大林素子さんもジャンクチームの主力として浅尾・西堀ペアと対戦しました。このスペシャル対決で浅尾・西堀ペアに大接戦の末敗北した河合俊一さんは、笑顔の土下座で再戦をお願いした河合俊一による必死の宣伝が功を奏し、浅尾美和さんの写真集はアスリートとしては異例の大ヒットを記録し、ビーチバレーブームの追い風となりました。これらの活躍により日本のビーチバレー人気が飛躍的に向上しました。しかし人気に実力や結果がなかなか伴わず、ビーチバレーの2大大会といわれるビーチバレージャパンと全日本ビーチバレー女子選手権大会でなかなか優勝することができませんでした。人気だけの選手と言われて黙っている西堀さんではありませんでした。懸命な努力の甲斐もあって、2008年に開催された全日本ビーチバレー女子選手権大会において浅尾さんとのペアで初優勝を果たしました。以降は西堀武美さんの時代が始まりました。しかし同年に開催された北京オリンピックに参加することはできませんでした。翌年の2009年にはビーチバレージャパンで前年度優勝ペアの田中・小泉ペアを撃破し初優勝を飾りました。
こうしてビーチバレーの2大大会を制覇することで、浅尾・西堀ペアは人気と実力ともに日本一であることを証明しました。順調にビーチバレー選手としてのキャリアを積み重ねていましたが、11月に浅尾さんとのペア解消が発表され、会見が開かれました。会見では笑顔の浅尾さんに対して、西堀さんは対照的に辛さを抑えきれず無念の涙を流しました。ペアの解消の理由ですが、会見で浅尾さんはプレースタイルの違いではなく、ロンドンオリンピックに向けてステップアップするにはこの方法がいいと思ったと語っていました。一方、西堀さんは過去5年間ツアーで優勝できず、結果を残せなかったことが一つの要因になったと語っていました。その後、浦田聖子さんとペアを組みましたが、2010年のビーチバレージャパンにおいて新たなペアで優勝し、西堀さんは2連覇を成し遂げました。一方、浅尾さんは新たなペアを組んで活動していましたが、優勝することなく3年後の2012年には現役引退し、美容師である一般男性と結婚し、旦那の実家のある岐阜県可児市へ引っ越し、専業主婦となっています。浅尾・西堀ペアに人気は浅尾さんがありましたが、実力としては西堀さんの功績と言えるでしょう。2013年、西堀さんは溝江明日香さんとペアを組み、全日本ビーチバレー女子選手権大会で優勝し、自身通算2度目の優勝を達成しました。続く2014年ビーチバレージャパンにおいて、溝江さんとのペアとして2度目の優勝を達成し、全日本ビーチバレー女子選手権大会においても通算3回目の優勝を2連覇で達成しました。2017年には草野歩美さんとのペアで全日本ビーチバレー女子選手権大会において個人として通算4度目の優勝を達成しました。さらに2018年の全日本ビーチバレー女子選手権大会において草野さんとのペアで通算4度目の優勝を達成しました。2018-2019年もビーチバレージャパンにおいて草野さんとのペアで優勝しました。その後も優勝を重ねて、2020年時点で西堀さんは全日本ビーチバレー女子選手権大会の通算優勝回数が田中しな子さんと並ぶ史上最多優勝タイ記録6回となりました。またビーチバレージャパンの通算優勝回数は史上最多優勝単独記録の5回となりました。こうして西堀武美さんは史上最強のビーチバレー選手と呼ばれるようになりました。2023年41歳となった現在もトップのビーチバレー選手として活躍を続けています。いかがでしたか？学生時代は西堀ツインズとして、高校3大タイトルである春高バレー、インターハイ、国体を制覇した西堀武美さん。高校卒業後は JT マーベラスに姉妹揃って入団しましたが、出場機会に恵まれず JT を退社しますが、ビーチバレーに転向したことで西堀さんの人生は大きく変わりました。ビーチの妖精と称された浅尾さんと共に史上初のビーチバレーブームを引き起こし、テレビ番組等に出演し人気を獲得して、ビーチバレーの2大タイトルも獲得し、名実ともに日本一のビーチバレー選手となりました。しかし2009年には浅尾さんとのペアを解消しましたが、新たなペアでも優勝を重ねて、全日本ビーチバレー女子選手権大会の通算優勝回数は田中しな子さんに並ぶ6回を記録し、ビーチバレージャパンにおける通算優勝回数は5回の単独記録となり、史上最強のビーチバレー選手になりました。2023年41歳となった現在も日本のトップのビーチバレー選手として活躍しています。これからの西堀さんの活躍に大注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。